ウィリアム・コベットウィリアム・コベットは、イギリスのジャーナリスト、愛国者。ルーラルライズ・イン・ザ・サザン、ウェスタン・アンド・イース・タン・カウンティーズ・オブ・イングランド、1930サリー州のファーナムに生まれる。父は、農家の出身だが独学で財をなし、旅宿も経営する自作農であった。父のジョージからは、工学心と政治への情熱を受け継ぎ、幼い時から畑での作業に習熟し、 晩年まで農園への執着は消えなかった。11歳の時、家出をした先のロンドンで、スウィフトのおけ物語を購入し、夢中で読みふけったことがある。一時ファーナムに戻るが、19歳の時に、再び故郷を出て、ポーツマスへ向かい海軍組へ入ろうとして果たさず、翌年にロンドンに出て弁護士の初期として働く。1784年にチャタムに行き、 第五十四不評連隊に入隊。連隊では、模範的な兵卒として、英領カナダで勤務し、特務総長まで昇進する。七百九十一年に助隊を許され、翌年に結婚した。コベットは助隊後に所属連隊の将校数名に対し、監禁秘書の告訴を起こす。兵士の友ザソルジャーズフレンドというパンフレットを書き、軍部や首相のウィリアム・ピットを攻撃し、 国王への直訴まで試みた。政府はコベットの処置に困り、王朝天覆の野心ありという疑いをかけ、偽証者をロンドンへ召喚する手はずを整えるが、コベットは事前に察知して、フランスに亡命した。8月にチュイルリー宮殿がパリ民衆に襲われたというニュースを聞き、英仏間の戦争が起こると予想し、アメリカのフィラデルフィアへ移住。フランス系の移民に英語を教えて、 生計を立て、この時、フランス語で書いた、英文法書は100年後も、フランスで愛用されたという。1794年に、イギリスの科学者のジョゼフ・プリーストリーが、ペンシルベニア州に移住し、イギリスを誹謗したのに憤き通り、一巡国者の移住を論ず、オブザベーションツ・オン・ザ・エミグレーション・オブ・ドクター、ジョゼフ・プリーストリーというパンフレットで、プリーストリーの急進思想を攻撃した。 ついで、フランス革命の影響で革命への同調が、行き渡った風潮にこうして、ピーター・ポーキュパインピーター・ポーキュパインが身を発刊し、フランス政府とアメリカ民主党を批判する。民主党の領収ベンジャミン・ラッシュを通撃して、文書引き材に問われ5000ドルの罰金を課せられたのに、憤慨し、ニューヨークに移り、ラッシュライト・ラッシュリットという革収紙を出して、迷惑をラッシュへの攻撃で埋めた。 この時期にコベットはアメリカやイギリスフランスで有名になりアメリカに滞在していたタレーランが交際を求めてきたことがある。1800年に帰国して1803年に週刊新聞ポリティカルレジスターを発刊しその年に2つの訴訟事件を起こしたが読者は増え続け1816年には発行部数4万に達するようになる。 この新聞はコベットが死ぬまで発刊され、簡潔な名文で知られ、世論を喚起することでは、スコット主筆時代のマンチェスターガーディアンが身に並ぶと言われた。1809年に、上官犯行事件を筆中して、動乱教謝罪に問われ、1812年まで入国。1817年には、農村反乱の中心と目され、人身保護令を停止されて逮捕される直前に、 アメリカに逃れ、ロングアイランドに住む。そこでも、ポリティカルレジスターを発行し、定期便でイギリスに送り、農園を経営し、著述に励みながら過ごし、1819年に帰国する。1832年に生まれ故郷に近いサリー州、ノルマンディの圧ュに安住の地を定め、その年の12月にオールダム選出の会議員となる。風をこじらせて、 アッシュで没する。GK チェスタートンはコベットの立場をイギリス風で愛国的なデモクラシーの匂いをた,たえた重農共和主義と表現した。トーリーでもなくホイックとも違う主張を展開し、上流階級に対しては急進的に過ぎ、農民生活を論ずるときには保守的となった。彼の理想は社会的弱者が共同体に庇護されていた。 楽しく古きイギリスであり、普通選挙の獲得や勤労者の生活改善への主張はそこに由来する。農業の技術改善にも積極的でトウモロコシやスウェーデン株の栽培を奨励した。イングランド国教会の信徒だったが、イギリスの制度の良い点は全てカトリックに追うと考え、カトリック教徒解放案を熱心に支持した。アメリカ独立戦争の際、 コモンセンスを書いた理心論者、トマス・ペイントは、宗教観が相入れなかったが、その政治論には感服していたので、ロングアイランドの共同墓地から遺骨を掘り返し、故国に改装しようとしたこともある。結局はイギリスでも埋葬が許されず、コベットの生きている間はその家に置かれたまま、彼の死と共に行方知らずとなったという。金本位復帰反対論、奴隷貿易廃止反対。 農民の三次世間への反対、大英博物館への国庫支出反対など暴論に近いような発言や提案でさえ、コベットにとっての筋はあった。ウィリアム・ヘイズリットには原理を全然書いており、彼の主義は反発であり、彼の天性は否定であると、国評されたが、彼にとって急敵であった。ロンドン・タイムズでさえ、コベットの死を報じて、彼のような人物を生み出せる国はイギリスを置いてないと。 書いている。喫水のカントリーマンとしてのコベットは、家庭では、良き夫、良き父であり、1827年に会見した、ハイネには消え難い憎悪を抱かせ、チェスタートンやヒレア、ベロック、アーサーペンティなどには愛好された。コベットの議会での演説は、パーレメンテリーディベイツ16巻に収録されている。ありがとうございます。